どうもみるさん、みるすけです。ということで、なんでこんなテンション高いんだろう、意味が分かんない。はい、ということでやっていきましょう。ペイバック、偵察。もうね、このランナーっていうね、いかがわしいっていうかよく分かんないけど、もうこれはね、この先にクリアしておかないと、俺の身が持たない。ということで、レベル、今のところこのマックスな299。本当は399が、最高上限の、車があるんですけど、このポルシェは299で止まってしまう。まあ、300で止まってしまうというやつなんで、こいつ乗って、クリアしていこうと。ジックの、器物破壊しろ？知らねえよ。知らないよ。ミイラ、ハウスが海外の VIP に会うみたい。あなたが運転手に選ばれるよう手配する。どうやってそんなこと？まずは予定をつかまないとね。これを。これは何？近距離受信機。ハウスの集合場所へ行って一箇所ずつに置いてきて。了解。マジかよ。一番近いの動くか。どの監視地点から始めたらいいかしら。順番はいい。できるだけ早く全ての集合場所を回す。本当にナバロの部下が来るの？もう来てるわよ。何？これ意外と難しいんだから。さあ、うまくいったかしら。彼はリフトビップターミナルに到着する。必ず時間通りに迎えに行って。もちろんです。運転手は誰に？任せるけど、身元調査に注意して。失敗したらコレクターにクビにされる。見つかる前に移動した方がいいわね。ビップを拾う場所が分かったらこれで十分。順調だけど、まだまだ他の監視地点に。危ない。ポリシャーあんまり気につけたくないよ。このポリシャーも今回でおさらば、今回でおさらばかもしれないの。さてと、いい情報を聞けるかしら。車が向かってるわ。今回は絶対に技術を奪われないで。いいわね。俺が進めた遠隔停止スイッチを取り付けておけば、ケーニングテグは奪われずに済む。これ以上情報はなさそうね。行くわ。何か分かる？ビップがハイテクマシンをもう一台持ってくる。詳しく。それだけだけど、ハウスにはかなり重要みたい。うわぁ、ほんとにね。よし。うわぁ、めんどくさいな。これ回んなきゃなんない。あ、やばい。オッケー、いいよ。いい感じだよ。で。さあ、繋ぐわよ。前回ナバロの運転手をやった女は空いてるか。おそらく。予備で押さえておけ。本命がダメな場合に頼む。よし。私は保険ね。了解。ビップの運転手だけど、私は補欠みたい。本命は？わからない。引き続き拠点を回す。誰かを面倒をかけられる。まあ、いや、嘘。やばいわよ。マジかよ。どの監視地点から始めたらいいかしら。順番はいい。できるだけ早く全ての集合場所を回す。本当にナバロの部下が来るの？もう来てるわ。
さあ、うまくいったかしら。彼はリフトビップターミナルに到着する。必ず時間通りに迎えに行って。もちろんです。運転手は誰に任せるけど、身元調査に注意して。失敗したらコレクターにクビにされる。見つかる前に移動した方がいいわね。ビッグを拾う場所が分かったわ。これで十分。順調だけど、まだまだ他の管理地点。地下に行くのも大変だよな。さてと、いい情報を聞けるかしら。車が向かってるわ。今回は絶対に技術を奪われないで。いいわね。俺が進めた遠隔停止スイッチを取り付けておけば、ケーニングセグは奪われずに済んだ。これ以上情報はなさそうね。ビッグがハイテクマシンをもう一台持ってくるわ。それだけだけど、ハウスにはかなり重要みたい。よつなぐわよ。前回ナバロの運転手をやった女は空いてるか。おそらく予備で押さえておけ。本命がダメな場合に頼む。次はどっちだ。まっすぐ。私は保険ね。了解。ビップの運転手だけど、私は補欠みたい。本命は分からない。引き続き拠点を回す。誰かは面倒を限らない。いいわ、聞いてみましょう。小橋様は飛行機の中だ。万全の体制でお出迎えしろ。もちろんです。最高級のおもてなしで。彼はもっと重要な存在で、未来そのものだ。分かるな、ディナ。何、あれはリナのボスのコレクターだ。見つかる前に移動しないと。小橋って名前に心当たりあった。小橋、興味深い。その彼がハウスのビッグ。おぶねえ、邪魔くせえ、マジで。よし。どんな話が聞けるかしら。彼を何と呼べば。話すな。小橋は無口のドライバーを好む。彼が改良型のチップセットを持ってくるのか。お前には関係ない、ホルツマン。終わった。ホルツマン、ついに見つけたわ。レベルはもういいよ、マックスだから。よし、オッケー。次次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 。特定したわ。本命はハザードカンパニーのロクデラシ、ホルツマン。お疲れ様。あとはこっちで手を。身内の緊急事態、すぐにハウスから連絡が行く。お嬢さん、事情があってビップの仕事を頼みたい。早かったわね。なんだって。別に、迎えに行く場所を送って。さて、衝突避けろ、無理でしょ。こんにちは、小橋様。ホルツマンじゃないな。ホルツマンはどこだ。身内の緊急事態で、私が代わりを。はぁ、
いいだろう。この住所へ行くんだ。急いでくれ。ノルフスピードで。うならせてくれ。うならせてくれ。どういうこっちゃ。なんでこんな運動するの。初めてですか、小橋さん。私が君と会話をしたがってるように見えるのか。ただの世間話ですよ。早く自動運転になれば。スピードにはご満足は、小橋様。まずまずだったな。小橋だ。向かっている車を持って行きましょうか。まだだ。あの車は保険で取っておいてほしい。準備できてます。アジトに着いたら連絡をする。よし。静かになったじゃないか。成長だ。お客様のお望みに。君はハウスのものではない。ハウスが飼うのは鈍く従順な人間だ。どこのもコレクターの敵に雇われている。雇い主は持ちません。私は騙されんぞ。よし、オブレ。もう少し、その調子だ。はい。うわあ、クリアできたな。はい、免許。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いける、いける。大丈夫、大丈夫。オーナーが多いよ。ついたな。タイムもいいぞ。ああ、着いた。着いたな。荷物を倉庫に移していいとハウスに伝えろ。おお、すげえ。本物の雇い主によろしく言ってくれ。すぐに会うことになるだろうとな。目的地。あの倉庫を調べに行きましょう。それとあのビップを下ろしたらあなたによろしくって。どういう意味。ハウスの味方じゃないと気づかれた。バレそうです。まずいわね。これ以上はあなたの女。何か分かった。2番目のマシンってやつを倉庫に運んでるみたい。放っておきましょう。気になるわ。もう向かってるの。それは危険よ。あと1回くらいは行けそうだわ。マシンのありかをつかみましょう。やめてみろ。これは命令。私は命令は嫌いなの。はい。あ、早い。300キロ出てたかな。10メートルのジャンプを達しろ。何者だ。小橋からマシンを倉庫に移す許可が降りたわ。何だと。コレクター様はフォーチュンバレー記念日のためリフトビップターミナルで展示しろと。ああ、だが本当か。問題でも。じゃあ倉庫について聞く。くそ。こいつら警察を呼んだわよ。もうダメじゃん。警察から逃げないとならないじゃん。いやだ。逃げないと。舐めるな。一応レベルはマックスにしたんだ。ちょっと待って。
タイヤ履いた。話してみろ。小橋に見破られたわ。ハウスが警察を呼んだ。だから言ったじゃない。いい知らせもある。小橋のマシンの行き先をつかんだ。マシンに興味はない。じゃあうちのクルーが奪っても大丈夫？お好きにどうぞ。よし、高い車。2番目のマシンを見つけた。本当か？タイラーとマックに合流するよう伝えて。今どこにいる？ハウスがけしかけてきた。サスから逃げてる。なるほど。ナバロもいい加減お前の運転のイカレ声に気づいたか。そんなところね。やべ。ああ、今のは聞いた。あぶねえ。あぶねえよ、もう。てか長えよ、もう。ランナーのこのサミス長いんだよ。また走れない走れない。大丈夫大丈夫大丈夫。オッケー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 。いや時間がね。どうなってんだよ。俺が気になるのは時間なんだよ。これ自分から死んでた。危ねえ危ねえ危ねえ。冗談でしょ。わもうボコボコなんだけど、ちょっと危ねえ。おー邪魔なんだよトラック。トラック邪魔なんだよ。よし、2体もいんの。早く向かわないと。早く向かわないと。チェックポイントがない。まだ足りない。勝負にならないわ。邪魔だよこのハゲ。これでやっと追手を負ける。よし、うおーコルベット、よしよし。ポルシェ、あーお前じゃない、欲しいの。そうお前が欲しいんだよ。そう彼らが欲しかったんです。ボロボロじゃん。もうサツを巻いたわ。もう大丈夫よ。こっちの正体がバレて、小橋の本当の目的はさっぱりわからない。大丈夫とは言えないわ。次は何をすればいい？しばらくはおとなしくして、
次の仕事が決まれば連絡する。よし、今回はここでおしまいという前に彼らを買いに行く。うん、そう、他のマシンっていうのも考えたんだけど、やっぱポルシェってきてね。そう、こういうマシンとかあるんだけど、彼らが一番いいかなっていうね、ところで彼らを買います。はい、でガレージに行きましょうね。7222、多分彼らスーパー GT 車両みたいな感じになるんじゃないか。ポルシェ、そうだね。ナンバープレートになっちゃう。バンパーじゃないんだ。ディフューザー。スポイラー。おお、すげえ。ウィンドウ利用できません。そういうことか。よし。いやー、どうしようかな。そんなにね、いいホイールないんだよね、今作ってね。これが一番いいのかな。ワルケーン。キャリパーをね、ちょっと開放してないから。でしょ。ホルケン。オッケー。色か。車の色。車の色はどうしようかな。GTR の色。ふひ。ポルシェって言ったら白でしょう。かっこいい。かっこよくなったんじゃないのこれ。ねえ。マフラー変えてねえわマフラー変えてなかったね、失礼。マフラー
焼き色ついててかっこいいと思うよ。うん、こんな感じかな。うん、こんな感じでどうでしょうかね。金戸はつけない方がいいのかな。うん、こんな感じでどうでしょうかね。あ、これがいいじゃん。オッケー、綺麗、綺麗になった。オッケー、はい、トランクリット。ああ、トランクリットこうなるんじゃねえか。いいね、素晴らしい。レーシングカー仕様になったぞ。はい、ということで今回はここでおしまいです。かっこよくなった。うん、かっこよくなりましたね。パフォーマンスチューンを見ると、あ、8から始まるんだね。素晴らしいですね、かっこいい。ちょっと他にもマシンを見せましょう。今 Z、 なんでお前がここにいるんだよ。お前ちゃうで、なんでお前そこにいるん。 FD がしまわれちゃってんじゃん。 FD もね、ちょっとこれカラーリング変えます。 FD も白かな。うん、黄色っていうのもいい手だけど、あんまりそのいい、そのあれがないんだよね、色がないから。これ青っていうのもいいけど、ミッドナイトブルーみたいな。そう、この BBSSR のこのスポーク、かなり多いスポークがかなり好みなんで。でオフロードがライボに変化して、でドリフトはコルベットじゃねえやカマロにして、はい、カマロにして、新しいカマロなんだけど古い顔の使用ができるので古い顔にしました。はい、で先ほど購入したポルシェ後で改造しておきます。で、ドラッグは相変わらず Z ということで、Z はね、最終段階まで行くので、まあこのまま使用していけるんで、まあこのままということですね。はい。もう多分この、車で、はい、クリアしていくかなっていうところはございます。なんか、釣り合わないっちゃ釣り合わないんだけどね。まあしょうがないって言ったら、じゃあライボをね、3台買ってライボだけにするかっていう手もあるんですけどね。それはちょっとね、僕が嫌なんでね。はい。ということで。バトルはね、この FD に変わりまして、ランナーもポルシェ。ドリフトはカマロと。で、オフロードはライボという形になります。うん。ライボもね、そんないいエアロがなくてね、ちょっと困ったんですけど、カモロはもうこれほとんどドノーマルの状態ですね。はい、ということで今回はここでおしまいになります。はい、ということで次回はオフロード終わらせたいと思いますんで、よろしくお願いします。お疲れ様でした。